はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このタトタンという表現について勉強しましょう。このトタンの前は動詞の多形が入ります。そしてトタン、トタンはですね、漢字を書くとこの漢字を使いますが、まあこれはですね、ひらがなで書いてもいいし漢字で書いてもいいです。まあ半分半分ですね。まあ私はひらがなで書くことが多いと思います。そしてこの後ろにはですね、これ動作進行時点のね、動作進行時点の2が入ってもいいですが、省略してもいいです、ね、この助詞ですね、これは助詞ですね、あってもいいですが、まあ、省略してもいいです。そして、B となります、でこれはですね、簡単に言うと A したら、 A という動作をしたらすぐ B が起こった、すぐ B という動作状況が起こったとなります。でここにはですね、気をつけてほしいのは、この B の部分っていうのは大体ですね、予期しない、ね、予期しない意外な結果ね、意外な結果が入ります、ね、意外な結果、予期しない意外な結果ですから、例えばですね、自分の意思でしたこととかね、まあ、それからまあ、未来の予定、私はね何をする予定ですとかね、未来の予定とかですね、こういう内容はどうですか、意外ですか。自分の意思ですること、未来の予定って意外なことですか。意外じゃないですよね。ですからこういう内容は入らないとね、予期しない意外な結果をここに入りますね、ここに入れます。はい、そうすると、じゃあここにですね、5つの文章、例文を作りましたが、どれがね、使い方として正しいでしょうか。ちょっと見ていきましょうか。ね。はい。部屋の窓を開けた途端、飼っていた小鳥が飛んでいってしまった。うん、これはいいですよね。飼っていた小鳥が飛んでいってしまった。これ意外ですよね。もし先に分かってたら、窓開けません。ね、これは意外な結果です。これはいいですよね。はい。それからですね、これはどうでしょう。家に帰った途端、すぐ手を洗いました。これはですね、やっぱりちょっとおかしいんですね。なぜかというと、これ自分の意思でしたことでしょ。自分の意思でしました。手を洗いましたっていうのはね。自分の意思でしたことですから、これはちょっとおかしいです。ね。まあ、それから、10時になった途端、会議を始めようと思います。これはですね、未来の予定ですよね。未来の予定。ね、これから、まあ、10時になりました。じゃあその時ね、すぐ会議を始めようと思います。これもですね、未来の予定なので、まあ、意外ではありません。ね、意外なことではありません。ですから、まあ、これもちょっとおかしいですね。はい。そして、ちょっと今言わなかったんですが、この A と B ですね。この A の部分と B の部分っていうのが、原因と結果の関係ですね。原因と結果の関係、ね、になっていることが多いです。ね、A の、例えばこれそうですよね。窓を開けました。ね、だから、小鳥が飛んでいってしまったんですよね。これ開けたというのが飛んでいった原因ですよね。で、窓を開けたというのが小鳥が飛んでいった結果、ね、この小鳥が飛んでいったというのは結果ですよね。こういう原因と結果の関係になっていることが多い、ね、ここ気をつけてください。こういうのが多いです、ね、多いということは原因と結果になってなくても OK なんですね。ちょっと見てみましょう、ね、私が別れようと言った途端彼女は泣き出した。これは私がね、別れようと言いました。じゃあ彼女はね、悲しくて、まあ、泣き出しました、ね、すぐそれを聞いてすぐ泣き出しました。これは原因と結果ですよね。私が別れようと言ったから彼女は泣き出したんですよね。これは原因と結果ですね。はい、いいです。よく使いますね、この表現。ただこれはどうですか。家を出た途端雨が降ってきた。
これ家を出ると天気雨が降るって原因と結果ではないですよね。たまたまのタイミングですよね。はい、まあこれも、原因と結果ではありませんが、これはまあ意外なね、予期しない結果ですから、まあこれは OK ですね。はい、ただ、さっき言ったように A と B はこう原因と結果になっている場合が多いというだけ、ね、この点だけはちょっと気をつけてください。そうじゃなくても大丈夫です。はい、じゃあ今日のね、この途端、まあ、よく使う表現なので、ぜひ皆さんね、覚えてください。例文。ドアを開けた途端に飼っている犬が家の中から外へ飛び出していきました。先生が教室から出て行った途端、学生たちは一斉におしゃべりを始めた。彼女は私の姿を見つけた途端に手で口を押さえながら大粒の涙をこぼした。貿易交渉が合意に達したことが報道された途端、輸出企業の株価は上昇した。会話。台湾に来たらやっぱりティンタイフォンだよね。何を注文する？もちろん小籠包だよ。この店の小籠包は一口噛んだ途端、中から肉汁があふれ出てくる絶品なんだ。じゃあ小籠包を一つ。あ、こっちのカニ味噌入りのも美味しそうね。うん、それも注文しよう。Thank you.